さあ皆さんこんにちは。今週もジャムスのお時間ですけど、今日はですね、じゃーん、 KW 社員を迎えして、KW 社員、昨年12月にアルバムを出したばっかりですけれども、現在時刻を、ね、リリースしたばっかりの期待の日本人ラッパーですが、今日はあの、社員がかねてから渋谷代表ということで知られてるんで、渋谷代表ってことなんで、あのいわゆるみんなが知ってる渋谷じゃなく、社員が生まれ育った裏渋谷、これを紹介してもらおうかなと思います。今日はあの散歩コースなんで歩きます。から分かりました、うん、で社員の生い立ちと手乗り、現在時刻を語る。そしてあの今私たちがいるのはもうすでに現在時刻でもゆかりの地。ゆかりの地、どうゆかりの地なんでしょうか。この辺は、うん、あのジャケット撮影で使って、うんうん、例えばこのジャングルジムなんてあのカバーの裏表紙、うんうん、あ、そのこれがそのジャングルジムなんだ。あ、なるほどね。じゃあの普段この、まあ、これは場所的に説明しましたね。某国営放送の裏なんですよね。あのでここはなんか昔の通学路だったんで。そうあの子供の時はいつもここ学校の往復歩いて、うん、爆竹やったりいろいろしてました。あ、今ねあのレコード屋さんとかあるそばにある小学校に行ってたんですよね。そうでも珍しいね、なんかさずっと生まれ育ったところでさ、うん、そこにまだ住んでて、しかもねジャケ写にもなるようなさところに出て、結構この渋谷だって全国の人はさ、うん、渋谷って言ったらもう若者の街とか思ってるし、いや俺が子供の時はまだ全然そんな、そう発展途上地帯だったし、まだこんな町にはなってなかった。デパートも 2,3 個でかいのあったぐらいで、そんな若い人も学生ぐらいじゃない。そうなんだ。シーマーとかが来たのだ7、8年、10年ぐらい前で、そんぐらいからどんどん変わってたんだ。いい面も悪い面も。じゃあちょっとですね、これから浦島の街を散策に行きたいと思います。 Stay tuned Stay tuned